ポーカーチェイスのレジェンドランクでブラフを使えば勝つことができるのか検証、今回で4回目になります。早速見ていきましょう。コール。チェック。チェック。ベッドコール。ベッドレイズ。チェック。チェック。ベッド。コール。チェック。ベッド。レイズ。コール。
さゆきの月に勝てるかな。いやもう今回はひどかった。コンティニュエーションベッドはいいねんけど、そっからさらにターンでブラフ、リバーでブラフってやるともう失敗ばっかり。今回はトリプルバレルを1回打ったんかな。もうそれもね、結局ブラフ3回打ってミドルペア下ろせないっていうね、もうひどい状況でした。まあ、ブラフね、あんまし何度もしない方がいいかもしれんな。ブラフは一回ぐらいが一番ポーカーチェイスでは利益的になるのかもしれへん。まあ、もう一回ね、検証があるんで、まあ、それも踏まえて最終的に判断していきたいと思います。詳しいデータはこちら、ポーカーチェイスでブラフをすれば勝てるのか検証してみた。こちらのページにね、勝率何パーセントとか、詳しく書いてるので、ぜひこちらのページも参考にしてください。